時からなんか、なんか違和感にちょっとずつ慣れていただけましたでしょうか。はい。で、今日はですね、まあ、これからのちょっと暑いですけど、外行って、頑張って、頑張ってと、ここでやるんですけど、ちょっと順番がね、入れ替えちゃったみたいですけど、別に順番いいんですけど、まあ、せっかく前回はちょっと低気圧だとか、前線だとか、まあ、ちょっとね、それっぽいレポート書いて、で、アップしたらなんか、皆さんそれなりに反応しましたね。まあ、僕だけじゃなくて、なんか言ってきた人もいましたね。友達がこんなことやってるの。誰も、誰も言わないですね。自分が思っても見なかった反応があったって言ってます。あんまり自分が想像してなかった反応はありました。はい。で、今回はですね、ちょっとまあこれから出かける前に、まあ、前回そのちょっと反応があったんですけど、ちょっとそのことをですね、使って、まあ最初も言いましたけど、表現するっていうこととか、まあ、推論するとか、いろいろそういう力をつけましょうみたいな話を言ったんですけど、まあ、前回せっかくレポート書いたので、書いて、見て、実際投稿してみて、投稿する前はこう思ってたけど、投稿した後、実はこうなった。意外とこうだった。誰かの反応がこうでもいいし、いや、自分はこう結構ドキドキして出したのに、意外とあんまり思ったより反応、誰も気にならないみたいな感じでいいんですけど、どっちもいいんですよ。どっちもいいんですけど、まあ、ちょっと実際自分が思ってたことをですね、教えてほしい。でまあ、僕にじゃなくて、誰か、目を振ってですね、じゃあちょっと、また立ちましょうかって言ってください。はい。それで、まあ、いつものペアだとあれなので、こっち側の一番端に来ました、ちょっと落ちてください。一番右端の席の。はい。はい。で、こっちに並んで、はい、こっち、はい、こっち、こっち、はい、まあ、たまたまガラスと隣になって適当に、で、ここの、はい、ここの隣の、はい、で、こっち側の席の端に通る人がは、ここまあ最優等なので、こっちです。だからこっちに、この列の右端の人は、じゃあ右端来ればいい。だって話すだけ。ここでやればいい。はい、こっち3人組でやらせて。はい。はい、じゃあ別に何てことじゃないですよ。俺がどうだって話じゃないですけど、実際思ったことがある。相手がどう思ってたか、相手はどうだったのかってことをちょっと聞いてみてください。じゃあ今から3分だけ、まあ、もうすぐ出かけたいんで、3分だけです。自分が投稿する前にどう思ったのかと、そして後でやってみて実際どうだったのか。
はい、大体じゃあ3分です。はい、ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございました。まあ、今日もね、同じようにやっていきますけど、今日アップして、アップし終わった後にどういう反応が来るかも分かりませんけど、1回見た時間と絶対感じることが違う。多分ね、1回目がなかったものが今回ある。じゃあ1回目どうだったんだったら次こうやろうっていうことをちょっと考えるし、1回、2回。何でもいいですよ。何でもいいです。で、自分でつまんなくないよ。自分ならね、次こういうことをやってやろうってことになるためです。で、まあじゃあ今日はね、長くいろいろ実際に体を動かして測りに行くレポートなんで、まあ、感じることいっぱいあるんですよ、ね、意外に暑いと思ってたけど気温ってこういうもんなんだ。風邪って例えばレポートの一番最初にね、一番最初の3行の時に大体自分の予想ではこんな数字じゃないかと書いてもらうんですけど、自分はなんでそういう数字だと思ったのか、実際に測ってみるとこんなもんなんだっていうこの差ですね。そこが大事です。それをぜひね、覚えていて、うまくレポート表現する。じゃあですね、じゃあ一回座ってください。もっと次に。
で、2です。これで7人で割って、7人で割って、はい、4やん、はい、じゃあ2やん、
ているのは